薄銀ちょ。え、何これ、かわいい。何ですかこれ。なんかなんだっけこれ、バルーンみたいな。見えてる？ちょっと待ってね。正解は、え、止まった？え、は、は、綺麗。なんか前髪長いな今日。は、なんで、なんで今日はこんなにテンパが悪いんや。見えてますか今。綺麗。見えてますか。なんで私は、これは今日こんなに接続状況が悪いんだ。悲しい。そう、何の話してましたっけ。 T シャツの話なんですけど、この T シャツは何の T シャツでしょうか。だから今日前髪長い気がする。なんでだろうか。巻いてないからですね。あら、まあ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 、いいか。どうですか。正解はじゃん、ズッキュン娘さんの T シャツです。イエーイ。この前あの出演していた舞台2番目でもいいののズッキュン娘さんからいただいたズッキュン娘 T シャツです。イエーイ、かわいい。私はピンクを選びました。似合ってる？やったね、ズッキュン。みんなで選んでもらったやつです。サイズめっちゃ大きい。かわいくない？欲しいよね。私も全色欲しい。かわいい。今日スピコだよ。バリバリのスピコ。うわー、なんじゃこのかわいい。何バルーン、なんでバルーンなんだ。バルーンのギフトがいっぱいだね。かわいい今の。4月30日オンライン申し込み、オンラインお話し会ありがとうございます。30日か、もうだね。え、4月30日にあるんだよね。そっか、早いな。インスタのプロフィール画像決まってないよ。悩み中です。いやー、やっぱりね、悩みますね。やっぱなんだろうな、何ですか、何がいいですかね。何がいいと思います。何がいいんだろうな。今のやつは熊本ツアーの時の写真。だけど微妙だよね。あの時はめっちゃいいと思ってあれだけど、どうですかね。なんか綺麗な写真がいいよね。え、かわいい、めっちゃかわいい。壁写変わりましたよ。この前19日に変わりました。明日もね。短いよね髪が。めっちゃちょ、まあ、まあまあまあ、どうですか。でも前の壁写はすごい昔のだったじゃないですか。前髪がまだない時だったから超久しぶりに変わったもん。でも写りそんな良くなかった。ボソ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 。いやだ、まあね、髪の長さとか、あとメイクをやっ、なんです、自分でやらなかったんですよ。あんまり怖くなりすぎないようにみたいなとかいろいろあったんで、自分でやらなかったんですよメイクが。それもあるかなと思うんですけど、まあ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 、そう、壁紙変わりました。ぜひ見に、見てください。見てください。ね、インスタグラムの投稿、お嬢みたいに可愛かったよ。お嬢みたいでした？嬉しい。お嬢みたいだよね、あの衣装。めっちゃ可愛い。なんか半袖じゃないですか、私。半袖と嫌なのか分かんないけど。半袖のメンバーあんまいなかったんだよね。珍しい。嬉しいです。涼しいから。涼しい。みんなね、デザインがそれぞれちょっとずつ違って、すごい可愛いですよね。ね、壁下見に行って、劇場にぜひぜひ。変わってますから、私もね、壁下と一緒に写真撮りました。ツイッターに載せたやつ。
劇場来てください、ぜひぜひぜひ。なんかさ、本当に配信、今日ショールーム配信するとき、あれも話したい、あれも話したいみたいな思うんですけど、こういったいざ配信するとね、忘れるんですよね。だからたっぷり時間が欲しいんだけど、今日もこんな時間になってしまったぞ。みんな何か私と話したいことは、で最近私、最近私の最近のあったショックな出来事、お気に入りのバケ本をなくしたことです。めっちゃショックすぎて、全然そんなめっちゃいいバケ本とかじゃなかったんですけど、もう本当にお気に入りで毎日レベルでかぶってたもんしたんですけど、なくした、なんか久しぶりになくし物した、なくし物、落とし物、なくし物。いやでもこれは新しく素敵な帽子に出会えるチャンスだと思うんでポジティブ、ポジティブ大事、ポジティブ大事だよ。そうだからすごく、そう何かね、そう、そういう機会だったと 思いますので、そう悪いことじゃないですね、悪いことだけど、悪いことではないです。そう、よかった、結果よかった、よくはないけど、まあ、よかったということで、来週福岡行くんだけど、おすすめのレストラン、レストランですか、福岡のおすすめのレストランなんだろうな、レストランって言われると難しい、ジョイフルですジョイフルです、ジョイフルに行きましょう、おすすめのレストラン、ジョイフルイエーイイエーイ。レストラン以外なら、なんだろう、もつ鍋暑いですか、暑くはないか、もつ鍋食べてください、嫌いじゃなかった、もつ鍋美味しいんで。何でも、でも何でも美味しいですよ、何食べても美味しいから。うん、どこに行っても美味しいです。でも悩むよね、なんかやっぱグルメすごい美味しいものいっぱいっていうから悩んじゃいますよね、え、どれ食べたらいいのみたいな、ね、悩むよね。まあ何でも美味しいんで安心してください水炊きね、水炊きも私はあんま食べたことないけど美味しいですよ。太る、みんな福岡に来たら太っちゃう正面からの映りがいい、え、そう、なんか私こっち側の顔とこっち側の顔だったらこっち側の顔が好きなんですよ、だからこっち側でを選びがちなんですけど、今回なんかいろんな角度撮ってみて、なんか正面の方がよくって、そう正面にしました、正面からの映り、うちの顔が好きなんですけどね。え、だから前の髪質多分こっち側じゃなかったかな。私から見て右、皆さんから見て左。え、髪質良かった？本当？本当に？なら良かった。ちょっともうちょっとよく。可愛く自分慣れたかなと思ったどういうこと慣れたんですけど、まあ良かったですね。でも衣装めっちゃ可愛いよね、あの衣装で撮れたのめっちゃ嬉しかった、あれを着れたのが嬉しかったです。え、いつか着れるかなとか思ったら割と早く着れた服の、え、めっちゃ、え、めっちゃ写り悪くないってすごい落ち込んでまでは言ってないですけど、あ、なんかうーんみたいな感じで、すごい、え、めっちゃ漏れたってほどでもいかなかったんですよ今回のカメシャ。まあそんなめっちゃ漏れたってことはあんまないんですけど、カメシャでそうだけど、だけどまあよかったです、よかったです。でもね、使われるから、使われるというかあれじゃないですか、はいでも私はそうですね、まあ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 
ツイッターのアイコンあれにしようと思うんですけど、どう思いますか？やめといた方がいい？やめといた方がいいことはないか。私壁社がアーシャー更新されたらそれにしようと思ってるんですよ、ツイッターのアイコン。もっと漏れてる写真にした方がいいと思う？でもやっぱ何ですかね、難しいね、アイコンって難しいね。え、インスタのアイコンどうしよっかな、悩んじゃう、悩んで悩んで結果変な画像になりそう。あんまり加工が強すぎなくてしっかりお顔が写ってる写真をちょっと選びます。どれ、皆さんはどの時の私が好き、なんかこの時の美女好きだよみたいな、ないですか？このコンサートの時の顔好きとか、この日の公演の写真好きだよとか。あんま昔、いやでも今髪短いから短い方がいいのかなと悩みますね。シュープレ、シュープレ、まあね、確かに。でも水着の写真しちゃう？水着の写真、水着じゃない写真とワンピースの写真とか、なんかお顔がちゃんと写ってるやつあるかな。今のアイコン気に入ってます？インスタの、え、ツイッター、なんかどっちもピースしてるって。ピースしがち。劇場の壁写は1回で OK。 え、なんかね、めっちゃ撮りますよ、あれは。すごいいろんな、あんな顔だけだけどいろんな角度いろんな表情で撮って、ある程度なもうバーって撮った中から、まあこれこれとこれこれとこれって何枚かいいの、いいなと思ったものを選んで、で最終決定していただくみたいな。最終決定は自分たちじゃないんですけど。そうそうそう、そんな感じですよ。いっぱい撮りました。なんじゃそりゃ、なんじゃそりゃ。シュープレ強かった、マジマジで。うん、あ、2日目、そういうことか。私がこれいいかなと思ってるのは、48 Times さんの時の写真。私あの時の顔が一番漏れてると思うんですよ、自分で。でも髪長いしね。悩む、アイコンって悩む。いや、あの時のお顔が自分の最近の自分史上一番漏れてる。え、漏れてるのが、でも漏れてるのがいいんだけど、漏れてる、うん、あの時の自分の、うん、でも加工してる写真は使いたくないんですよ。それは、ね、そうなんです。加工してる写真は使いたくなくて、だから今のアイコンも無加工なんですけど、どっちもツイッターもインスタも。なんか暗いよね、でも。そうそう。まあね、うん、加工強い写真以外から選ぼうと。おお、30分ね、まだ。今日はちょっと早い、いつもに比べて。ね、悩みますね。まあ、悩む。めっちゃリップ塗る私。もうやめます。暇さえあれば塗って。え、なんか加工をガンガンにしてるさ、写真をさアイコンにして、あれ全然顔違うやんけとか思われたりあるじゃないですか。いや、そう、まあまあまあ、はい、あー確かに確かに。
まあ厳選して、はい、選びたいと思います。へい、イエーイ。インスタと加工するところ、え、そうなの？私本当に加工、何、加工アプリでこう自撮りするじゃないですか。本当合わないんですよね。めっちゃ逆に。なんかさ、目とかめっちゃボワッと大きくなるじゃないですか。私なんか元のお目目が大きいから合わないんですよね。可愛くなれない。加工アレルギーだから本当に、うん、でも割と私めっちゃむ、なんだろう、マジ iPhone のノーマルカメラとかで撮った写真とかさ多いです。でも画質綺麗だからね。だからめっちゃ黒みたいな画質とかもありますけど。まあでもね、すっぴんの時はもう完全に大肌チュルンチュルンなやつで撮ってますけどイエーイ。そう、私はお目が大きいのでね、なんかこの色めっちゃ私似合う気がする。肌色に合う色かな。気のせい。ピンク、ピンク、めっちゃ薄ピンク。春ですね春ですね。濃いピンク、薄めピンクに似合うやつ。ああ、濃いピンク着ることないな。 あるわ。ないわ。そんなにないけど、 あんまりないけどですかね。なんかブルベ、夏とか冬とかあるじゃないですか。夏はなんか明るい方の色が似合うみたいなだった気がするな。夏なんですけど、サーモンフライの色何やその例え、何やその例え。春来た、春は来ましたけど、寒いですよね最近。またなんか髪の癖今日すごいな、ブンブンに跳ねてるよ見てください。いやすごいすごい、早く伸びてほしいな。イエーイ。うわ、すごい。プチッ、潰したくなる。グリーン、トレンドカラーねこの前のお話し会でメンバー、グリーンの洋服着たメンバーが続出してました。で
すごいかわいい風船今日おにぎり食べたよ、すごい何おにぎりでしょうか。これ絶対当たんないと思いますよ、これ絶対わかんないと思います。私が一番着る服の色は黒です。黒、絶対黒、私黒落ち着くし、なんか似合うと思う自分で。正解はわかめおにぎりでした。わかんなかったでしょう、わかめでした、わかめ、わかめおにぎり美味しかったよ。え、わかめ、わかめで合ってる、わかめです、わか、なんかわかめおにぎりみたいなのありません、ありますよね、ありますやん、なんか刻んであるやつみたいな、美味しかった。絶対わかんないよね。そう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 、なんか混ぜてあるやつ、混ぜご飯みたいな、それそれそれです、それですよ、美味しい。髪おっさおさすぎて、シャキから推し編、いやシャキのことも好きなんですよ、だけど今日はワカメに惹かれました。わあ、私は当分髪の毛切らないです、頑張る、伸ばすの頑張ります、頑張って伸ばすよ。でもたまにそのボブに切りたての時の写真とか見るんですよ、そしたらもう切りたいってなってしまうんで、ちょっと頑張っています。でも伸ばすことによってヘアアレンジのレパートリーが増えるとかね、はい、そういうことを考えるとね、はい、いや耐えられると思う。今回は成人式というもう大きなあれがありますから、モチベーションというか、はい、うん、もう成人式終わったらもうバッサリですよ、バッサリいっちゃいます、すべての髪の毛を、すべての髪の毛はダメですけど、はい、切りまくります。分からん、今のところそういうつもり。成人式、そうだよ、でも伸ばしたら伸ばしてでさ、もう大切になっちゃって、切る勇気が出ないかもしれない、いやそれはないな容赦なくもうバッて勢いで切りましたからね、この前。いやどうですかね、いやボブいいんですよ、似合うと思うから自分でも。
今くらい、もう今よりもうちょっと長いくらいが一番いいかな。今本当に私今の自分の髪の髪型がもう嫌すぎて、早くちょっとさっさと伸びてほしい。微妙な微妙な絶妙ななんか伸び伸びかけみたいな長さだから、早く伸びてほしいです。なんか大変、アレンジするにもなんか大変です、いろいろ。りんちゃんね、めっちゃバッサリ切ったよね、ウルフみたいな。ウルフやりたいな、ウルフやってみたかったです、かっこいい。寝癖はそんなだと思う。まあね、暑くなると長い方が楽だしね、それはあります。確かに。早くお団子をできるようになりたい。上で今ヘアアレンジしたいです。劇場とかのさ、コンサートとかステージ立つときにいろんなヘアアレンジをね楽しみたいです。本当に今マジで下ろしてなんか毛先で遊ぶか髪を縛るかくらいしかできないので、マジか髪型のレパートリー少なすぎて、早く伸ばしたい。うん、ツインテールとかしたいんですよ。でも今の長さだともうできないから、できたと娘とさせてもめっちゃ変だから、早くそう伸ばしてね、いっぱいやりたいと思います。ヘアアレンジを、うん、一日激変した友達見るの楽しみだよ。確かに、え誰ですかみたいな。でもそうです、なんかみんな、なんだろう、地元の友達同級生とかとさ、すごい繋がってたりして、今何してるよとか、ここの学校行ってるよとか、なんか知ってるって感じだけど、本当に私関わりがないから、誰がどこで何をしてるとか本当に無知だから、もう初めましてみたいな状態になりそうです。成人式とかで久しぶりに会った同級生とか、本当にめっちゃ仲いい人くらいしか地元の友達会わないから、え誰ですかみたいになっちゃいそう、うん、関わりが本当に全くなくなっちゃう。なんか今だとみんなさ、インスタとかで繋がってるから、ね、お互い何してるかとか知ってるけど、そういうのがないからね。うん、私も忘れられてるかもしれない。めっちゃ眠そう？え、全然眠くないよ。そんなに私は眠い顔してるのか。めっちゃ眠くないです。超起きてるよ。起きてるよ。超起きてるよ。成人式の髪型決めてないんですよ。悩みます。なんか一応飾りみたいなのは買ったんですけど、
悩むな。でもなんか普通のあれ、普通のまとめ髪みたいな、そんなこだわりない髪型に、そのまとめれる程度に伸びてくれたら。でもなんか最近本当に、なんだろう、振り袖に、なんだろう、合わせたいろんな髪型をやってる方がいるか、なんかさ、本当に大体みんなこの辺で編んでまとめてみたいなイメージだったけど、今って本当にすごいいろんな髪型やってらっしゃって余計に悩んじゃいます。なんか金箔つけたりとかさ、ひもと一緒に編んだりとか、ひもリボンみたいな。ね、そうだから、ね、うん、いや本当にすごい、みんなよく考えるなみたいなアレンジしててびっくりです。うん、楽しみだな。でもさ、もう4月じゃないですか。いや本当にすぐだ。前撮りも、いや前撮りもするからさ、もうすぐだよ。いや早いな。違う、え、明日金曜日ですっけ。え、今日木曜日、今日水曜日今日何曜日、今日は木曜日ですか。明日金曜日、早くない？なんか毎週言ってると思うけど早いな。なんか一日一日過ぎるのが本当に早い。エクステつける予定ないですよ。エクステすごいさ、大変そうだし、めっちゃ高いじゃないですか。エクステつけるなら伸ばすぜみたいな感じですね。大変そう。手入れが、え、めっちゃ高いって聞く。え、そんなでもない。なんか、いやでも地毛で頑張ります。地毛で頑張ります。え、めっちゃ高いって聞くよ。超高額なお値段みたいな。そういう噂を聞いたことあるけど。こっちは地毛で頑張ります。あ、みんなが1本ずつ送ってくれる？わあ、どれくらいの束になるかな。これがみんなの愛かってエクステの本数で感じる。やばすぎやろ。超スカスカやったら悲しくなる。やだよ。あ、ミュウちゃんエクステつけてるって言ってた。なんか最近エクステつけてる人多い気がする。いいですよね、でもシュンって伸ばせるからね。シュンって、うん、ハートつけたよね。え、懐かしい、昔色付きの、私髪伸びるの早い、いや分かんないけど早い方なんだと思うけど、どうなんだ。でもさ、あの壁写撮ったのもあれ何月だったっけな、2ヶ月前とかだったっけな。
舞台のお稽古中に撮ったの覚えてる。2ヶ月前くらいだったけどさ、え、短ってなったじゃないですか。だから伸びるの早いと思う。1ヶ月前か、え、もっと前に感じる。なんかいや結構伸びたよ、この調子で。え、伸びるかな、あと、え、でも2ヶ月でどんくらい伸びた、こんくらい、いい調子だと思う。あと4ヶ月後に振り袖の前撮りをするので、撮影を。でも今でも、まあ、結べるのは結べるんですよ。だから、まあ、間に合う、間に合うね。ね、ちょうどいい感じかもしれない。順調順調順調やで。いえ、今何時？え、もうこんな時間、早っ、早すぎ。あ、髪引っ張れ、なんかさ、毎日髪結んでると伸びるの早くなるみたいな言いますよね。ムースボ、こう引っ張られて伸びるらしいよ。いやー、時間がもう迫ってきました、皆さん。いや本当に足りん、時間足りん。やだな、今日あと1時間くらい追加してほしいですね。いや2時間くらい、2時間くらい。ただ無理なので終わりましょうか。はい、ちゃんと寝ます、ちゃんと寝ます。いやハウスインしてるとハゲるって言って、え、ハゲます、めっちゃハゲますよ、ハゲますって。私も俺なんかポニーテールとかでもめっちゃここ薄くなりますもん。なんかこのもう頭皮引っ張られて、毛根頭皮そうそう薄くなるんですよ。インスタライブもできません、もう時間過ぎちゃったらできません。Yeah. インスタライブ私1回しかしたことないから、したいな、いつか。うん、いつかします。人生で1回しかやったことないから。うん、あ、時間がないよ。ランキングでは読みます。13位の方、なんて読めばいいの、卵の可愛い卵さん。12位ひがさん、ありがとうございます。11位せんさん、ありがとうございます。10位まぼろしさん、ありがとうございます。9位イルカさん、ありがとうございます。8位あきふみさん、ありがとうございます。7位おまめさん、ありがとうございます。6位まさやさん、ありがとうございます。5位ぽくれんぽさらんさん、ありがとうございます。4位ラボーナさん、ありがとうございます。3位タートシさん、ありがとうございます。2位アノネさん、ありがとうございます。